遊びのお誘いかしら。朝まで寝ずに踊るか。なんてシャレな会話なんだ。素敵すぎるな。とてもじゃないが。じゃあお出かけしましょうか。イベントはないが、白田先輩に会いに行きましょう。あ、そうくんど、私たちの国ではなかなか見ない光景だ。うん。これは白田先輩にも見てもらってるっていう感じだね。それじゃあ。じゃあ休憩挟んでまた。あ、違うか。私とそうくんが練習してて、で多分白田先輩は旗からその直接関わってはなかったけど、なんとなく見てたって感じかな。指導してもらってたとかではなくて。うん、10分後に。うう、お疲れ。別にこれから話すことがあるから声をかけてくれたんでしょうけど、お疲れってわざわざ言いに来てくれることがもう嬉しいな。白田先輩、お疲れ様です。ヨナが気持ちが前を向いてるな。あ、笑ってくれてる。これ二重で嬉しいな。そうくんのこともやっぱ旗から見てもそう感じられるくらいに前向きになったんだなっていうことと、それをわざわざ伝えに来てくれてる白田先輩もなんかすごい嬉しいな。折り巻きやお前の言葉が聞いたんだろう。あの世の顔を見れば折り巻きも安心するだろうよ。いやもう本当に、もちろん鈴くんたちもだし、先輩たちもことがあったからこそだとは思うので感謝しきれないね。そうですね、鈴くんずっとそうちゃんのことを気にしてましたから。夜長のこともだけど、お前のことも気にしてた。あいつは。え、夜長と喧嘩してるとき、これじゃ立花がやりにくいだろうって。今回に限ったことでもない。あいつはいつもお前のことを意識していた。そう、まあでも、うん、これはなんとなく分かってはいたけど、うん、感情的にまっすぐなように見えて、すごい周りのことをそうくんのようにちゃんと見て気遣ってくれるっていうのを、今回の一件で特に鈴くんにそう思ったから分かってはいたけど、でももっとはっきりそういう子なんだって気づけたから、それはすごい良かったなって思う。喧嘩自体は良い悪いでは一概に言えないかもしれないけど、折り巻きにとってお前は眠らぞうの時からずっとパートナーなんだろう。そっか、そうだね。そうくんにとって多分演劇の経験すらなかっただろうから、私は練習ってか遊びながらあったけど、そういう意味でも本当に初めての組んだ相手だったから、きっといろいろと思い出深いのもあるんだろうな。稽古場、折り巻きがいないと静かだ。そうですね、私はそれが寂しいような、なんかちょっと足りないようなって思っちゃうけど、鈴くんのあのムードメーカーな感じには本当に救われてきたから、早く怪我を無事ちゃんと治してまた一緒に立ちたいな。鈴くんの演技が見たい。静かすぎてうるさいくらいだ。でもこれいいセリフだね。静かってシーンってしてるとさ、いろんなことを気にしちゃったり、逆にちっちゃい音が妙にやかましく聞こえたりとか、そういうのがあるから、これはなんか変な言い方ではないね。
さあ、あと27日。あ、同じ場所にいらっしゃるな。会いに行きましょう。自分の稽古もちゃんとしておかないと偉いね。そうだ、歌、秋公演の曲しっかり聴いておこう。お、ちょっと待って、ごめん。イヤホンはよし。これさ、いやごめん、何の根拠もないんだけど、俗に言うところのイヤホン片耳ずつ貸しのシーンかなと思ったけど、だとしたら1枚あるか。スチルって言うんだっけ。ありそうだなと思ったけど、あれ、音聞こえなくなった。どうしたんだろう。大丈夫、イヤホン実はちょっと外れてて、ソシャゲの音めちゃくちゃ電車の中で流れてたみたいな。そういうことではない。ん？どうかしたのか。イヤホンから音が出なくなってしまって。貸してって言い方も壊れてるな。んー、いやなんか本当些細なちっちゃい言葉の一個一個が最初に会った頃とは違って、ちょっとの変化かもしんないけど、明確にもっと大きく、なんか柔らかい言葉というか、こう距離を近いゆえの言葉をかけてくれてるなっていうのがよくわかるから嬉しいな。壊れてるな。あとこのイヤホン音質悪いだろ。もっといいやつ使った方がいい。それは確かにおっしゃる通り。どういうものがいいんでしょうか。結構イヤホンでもね、高音低音拾う息が違ったりとかっていうのは影響大きいだろうから、そこは人によりけりだから、きちんと確認しないと。仕方ないな、ちょうど街に用事があるし買いに行くか。一緒に買い物に行ってくれるということで。これとかこの辺とか。わあ、音が全然違いますね。全部よく聞こえます。私もヘッドホンは、まあ、いいってほどかわかんないけど、まあまあなんか低音が響くこうかっこいいやつを聞いてるから大事だね。今まで使っていたものに比べたらな。まあヘッドホンとかスピーカーって本当に上限見たらいくらでもあるだろうからな。贅沢しろとは言わないけど、でも音は大事だから、演劇やってダンスとか歌もね、そう歌があるから、まあ1万最低でも1万前後ぐらいあるといいかなと思ったけど、言うて学生さんたちだからな、5000円ぐらいのがいいのかな。お前をしっかり助けてくれる道具を揃えろ。金銭で解決することを努力で賄おうとして貴重な時間を削られたらもったいない。確かにお金は大事だけど、お金で解決できるのであれば、まあ手っ取り早くはあるし、そこはあんまり惜しむべきではないね。お前だってクォーツの柱になっていくんだろうからさ、嬉しいな。こういう言葉は素直に先輩方に言ってもらえるのはすごい嬉しいね。城田先輩、わかったか。はい。さあ週頭だ。そんであと26日か。ちょうど、ああ今はもう月末だけど、カレンダー1枚分だね。頑張ろう。あ、立花。あ、ちょうど話してたんだよ。折巻怪我したんだって。あ、そっかそっか、伝わったんだね。
代役交代をわざわざ他クラスまではないだろうから、連絡は。まあだから、なんて言うんだろう、同学年の噂としてきっと広まったんだろうね。よかった、この、あれ、笠井くんって、アンバーの公演の後ってあったっけ？あった気もするけど、マレマレちゃんは会ってなかったもんね。様子大丈夫かなって心配だったから、会えてはよかったな。あいつ、大丈夫なの？大丈夫かと言われればまだ容態はどうなんだろうね。授業も稽古も、しばらくは休まなきゃいけないんだ。え、じゃあ舞台は？秋公演は？あ、そこまでは伝わってないか。やっぱ怪我して大変だったみたいっていうことだけ噂で広まったんだ。嘘、最悪じゃん。あのマレマレさん、マレマレちゃんもさ、あれ、直接マレマレちゃんと鈴くんって関わってるシーンってあんまりなかったよね。でも多分なんとなくうるさいみたいな、そういう感じ、どっか行ってっていう感じかなと勝手に思ってはいるんだけど、まあこれは誰であれこうやって演劇のことに関して怪我して出られなくなっちゃったっていうので、ちゃんとその痛みを分け合って、それは悲しいねってこう一緒に悲しんでくれるのはすごい優しい子だね。役はどうすんの？あいつのことだからいい役もらってたんでしょ？なんか本当にまるまるちゃんって言葉の節々から最初に会った時のちょっと気が強くてわがままっぽい雰囲気を軽く覆す優しさがにじみ出てるんだよな。絶対めちゃくちゃいい子だよなって、いやみんなそうなんだけど、インベールの出会った人たちってこう、いやなんか本当にみんないい子だな。みんな幸せになってほしい。一緒に頑張りたい。代役を立てることになったよ。代役？そうちゃんが鈴くんの代わりに立つんだ。あ、これどうなんだろう。鈴くんってだって笠井くんなんかは最初全然鈴くんの、あ間違えた、総くんのことを覚えてなくてさ、劇の役とかも覚えてなくてっていう状態で、実際メイン級のキャラクターをもらったことなかったから、ここでそのあんまり今まで実績がなかった総くんがあの鈴くんの代役なんだっていうのは、二人はどう感じるんだろう。え、ヨナガが織巻の代役？みんな早く船に乗り込むのです。まあそりゃ驚きはあるよな。大丈夫かなっていうか、まだまあそもそもまだ総君のことをよく分かってないだろうから、まああの子がっていうぐらいではあるんだろうけれど。船、まさかさせません。はい、ここから立て、ジャンホセかけて踏み込む。いやそうか、盾あるんだもんね。そうくんはどうなんだろうな。失礼ながらそんなに運動系が得意なようには考えてはなかったけど。夜長くん、剣に体が振り回されてる。重心というか、そうだね、まだ芯が入ってないんだな。重心を持っていかれるな。軸をしっかり保て。はい。盾だって、旗から見てるとそのね、なんかそれっぽく剣を振り回してるだけだから、自分にもできそうなんて感じちゃうこともあるかもしんないけど、まあ実際やると大変だよね。本当に体のいろんな筋肉を使って、技術を使って綺麗に見えるように大きく動くっていうのは、文字通りスポーツだと思う。簡単にできることではないよね。大変だよな。もともとガタイが良くてスポーツは比較的得意だった、でかつ経験者だった鈴くんだって怪我を抜きにしても大変そうではあったから、
そうくんが補うとなると、もう心配はしていないけれど、でも、やっぱちょっとごめん、ちょっと心配はあるかもな。不安ではなくて、そうくんが心配になっちゃう。そうちゃん、水とタオル。ありがとう。水分補給はしっかりね。今、夏か。まあ、時期的にもきついだろうし、秋か。秋だ、ごめん、秋だ。室内でも全然冷房は効いてるだろうけど、熱中症にはなっちゃうからね。無様だな、ヨナガ。あ、来たな、教授君。まあ、そりゃそうだよな、教授君は絶対今回のこと、よく思ってないよな。その、鈴君のことを仮にある程度認めていたとしても、まあ、そう君が選ばれたのは、折り巻きの言葉と同情があって、やらせてやってくださいってのがどうせあったんだろうってのは多分分かってるだろうから、その辺を含めてもお前なんかに務まるかっていうのはあるだろうね。ただ今回はこの教授君に対して決意がしっかり固まった総君がどう対応して言葉を返すかっていうのが私は気になるな。大鳥君、折り巻きのやつは気に食わないが、あいつの盾は熟練者らしい動きを見せていた。うん、この辺はちゃんと認めていたんだね。だがお前はどうだ。貧弱で貧相なお前がジャン・ホセのような経験豊富で腕に覚えがある強者の役をやるなんて無理に決まっている。まあこれはその教授君なら正直それなりにちゃんとできてはいただろうし、これは嫌味、まあ教授君だから嫌味ではあるんだろうけれど、まあただこれは事実のを並べてるだけではあるな。先輩方に迷惑をかける前にさっさと諦めてその役を僕に。ああ、それもあるのか。ああそうか。だとしたらちょっとあれかもな。そのまあ言ったみたいに総君が選ばれたのはちゃんと、そうくんならやってくれるっていう先輩たちが認めたこともあったわけだから、ここでその、なんか、そういうことを全部知らないで流して、僕に役をくれっていうことだけに、囚われてしまっている、教授くんは、ちょっと良くないかもね。なんて返すんだろう。すみません。盾のシーン、もう一回やらせてください。もう視界に入れるまでもないって感じだね。とにかく今回のクォーツの舞台のために、鈴くんのために、みんなのために、気にしてる暇もないって感じだね。え？ああおい、話は終わってないぞヨナガ。ヨナガ、あれ、ニュアンスがなんか初めてな感じだったな。ヨナガが僕を無視した。そうか、初めてだったんだね。いや、そうだな。今までのソウ君だったら、無視をするっていうちょっと冷たいことは絶対できなかっただろうから、その今回冷たくなったって意味ではなくて、無視っていう選択肢を取れるくらい決意が固まって、揺るぎないものであって、覚悟が決まったと、そういうシーンだね。どういうことだ立花、夜中が僕を無視したぞ。初めてだったし、とてもじゃないが今までのソウ君だったらそんなことはしないだろうと、俺は本心からえってなってるんだろうな。え？うるさい大鳥。は、すみません。まあ先輩に対してこうやってなんかしっかりパッパッと切り替えて受け答えするのはなんか見習わなくちゃなと思うけど。ヨナガ、俺がジャンホセの盾をやってみせる。しっかり見ていろ。はい。視界に入らない云々、気にしてる場合ではない云々って話はしたけど、今までのソウ君だったらやっぱ今の言葉でやっぱり自分なんて務まるわけがないって
って思わず思ってしまっていただろうから、それよりも今の練習にっていうふうにすぐにシフトチェンジができた、もしくはそもそもそれしかなかったっていうのは本当にとんでもなく大きな一歩だと思う。一歩だけどすごい偉大なものだと思う。大丈夫、そうくんならきっとやってくれると思う。だから今すごい楽しみだ、本番が。このまま進むか、それとも壊すか。ん？この部屋も久しぶりですね。壊すか。これは今回の舞台のことかな。クロウ、あら、いらっさい。遊びのお誘いかしら。朝まで寝ずに踊るか。なんてシャレな会話なんだ。素敵すぎるな。とてもじゃないが、二十歳未満かまだの人たちとは思えない。すごい大人の色気のある会話だな。で、ネジ先輩のこう、やっぱパッと、なんか、ネジというキャラクターに切り替える一瞬のその、ギャップというかが、もっと見てみたいな。ごめんなさい、私、体力なくて。実際はどうなんだろう。結構鍛えてそうな気もするけど、あんまり体力はない方なのかな。よく言うよ。あ、そうではなさそうだ。宗師のやつ、頑張ってるな。そうだね。今までの自分を捨てて新しい自分になろうと必死にもがいてる。何か思うところがあるのか。勝たせてやりてえな。勝たせてやりてえか。これすごい、あの、ごめん、なんか言い方正しいかわかんないけど、すごい贅沢な言葉だなって思う。アンバーに負けないために、クォーツが勝つためにってやってた中で、この言葉はきっとヨナがそうしろうという一人の生まれ変わろうと必死に頑張ってる、そのたった一人に対して、あんだけ頑張ってんだから勝たせてやりてえなって、すごい贅沢で、すごいありがたい言葉だと思う。こうやってフミさんに思わせるくらい、ソウ君は認められてて期待されてて、報わせてやらせてなと思われるくらいのやっぱ子なんだなって。フミ、勝たせてやりてえよ。すごいな、ユニベールのナンバーワンとも言えるくらいだったフミさんに、一人の人間として勝たせてやりてえんだって心を揺さぶられるほど、それぐらいの、いや、やっぱソウ君ってそれぐらいの人間だって、なんかより確固たる自信が持てた今。フミさんにそう心を動かさせるくらい、きっとやっぱりすごい役者になれるね、間違いない。おや、君たち初めて見る顔だね。Thank you.